化してるんですけども、このね交差点が地下鉄の南辰巳の交差点ですね。一応ね地下鉄来たら最寄り駅ここになるんですけど、多分ね歩いたらね 2,30 分かかるかな思うんで、まあ、地下鉄で来るのはもうお勧めできないですね。これなんですよ。ちょっと表から見てみようか。これですよ、快活クラブ、内館辰巳店やったかな。あ、内館辰巳店やな。これね8月からね休業してるんですよね。だから南辰巳の駅から来るんやったらねここが良かったんですけど、一応ね休業いうことなんで閉店ではないんだよね。まあそのうち再開はされるんかなと思ってるんですけどね。さっきのね斜めの水が入ったらここ出てきますもん。それをねさらに南下しますと、これまっすぐ行くと JR の平野駅があるんで、電車で来るんやったらね JR で来た方が断然近いです。ここね行数とか、ね、なんか焼肉屋とかいろいろ入ってるんですけど、はい、これです、快活クラブ平野店ですね。シャワーも洗濯機もなし。
そうですね。
あ、八丁酒だけお願いします。はい、すみません。ありがとうございました。時間を忘れて読みふけてしまった。では帰ります。